皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は2択の選択肢で謎の種を育てるこちらのゲーム、ミトザをプレイさせていただきたいと思います。画面中央に見えるのがその種？そうだね、これを育てるゲームみたい。ふーん、早速やってみましょうか。何回も遊べるゲームみたいだから今回はすべて右のを選択してみよう。それではお願いします。ポチッとな。あ、鳥さんだ。種を食べた。ということは、次は糞をするのかな？飛ばされちゃったよ。卵が落ちてきた。選択肢が2つとも人参なんだけど。人参で何をする気なんだ。ウサギさんだ。卵の中からまた卵が。マトリョーシカかな？と思ったら雪だるまみたいなのに変身した。そのままどっか行っちゃったよ。お次は何だろう。え？一番最初の画面に戻ってきたわね。あれで終わりなのね。それじゃあ次は左を選んでみようか。植木鉢だ。うんうん、これでこそ通常の育て方でしょう。これは成長調整剤かな？わぁ、ハエ取り草になった？ちょうど選択肢がハエだ。食べるのかな？お前が食べられるんかい？このハエでかすぎー。ハエ叩きでやっつけちゃえ。増えた。うげぇ、気持ち悪。今度は頭蓋骨だ。これで一体何をするつもりなのかしら。なんか始まった。意味不明すぎる。グッドボタンかバッドボタンを選べるね。当然バッドボタンで。ブーイングの嵐だ。そして最初の画面と。独特な世界観のゲームだな。次は私に選ばせてよ。どうぞ。大きい方の卵が気になってたんだよね。何が起こるんだろうね。卵でかすぎー。天使か悪魔を選べるの？天使のはか悪魔の角か。それじゃあ天使で。だと思った。太陽の電球だ。おお。え？気持ち悪。なんなのよこれ。心臓みたいな形してるわね。目が気持ち悪いな。あれま。元に戻った。マトリョーシカスタイルお気に入りみたいねこのゲーム。次は私が。どうぞ。普通に水を与えたらどうなるんだろう。わお。綺麗なバラに成長したね。また妙な選択肢だ。ほう。ここからどうなるのか気になりますね。ハサミを選んでみよう。二種類の花が。でっかい花だな。意味不明すぎて怖い。汚い。鼻水の雨だ。それで成長するんかい？わお。どういうことなの？そして最初に戻ると。意味不明すぎるけど妙に引き付けられるゲームだね。いろいろ試してみたくなっちゃう。今度は雲を選んでみようかな。雲になら勝てるかな。ああ、ダメだこりゃ。糸でぐるぐる巻きにされちゃった。次の選択肢はブロッコリーとソフトクリーム？ほ？こわ、この種なんなのよ。ふむ、葉の種類を選べるわけか。じゃあヴァンパイアで。ひょえー。羽が生えたね。飛んでっちゃった。これで終わりか。この種現実にあったら絶対高値で売れそうね。だねー。あとはどんな選択肢があるのかな。そういえばまだ悪魔の角を選んでなかったわね。あ、そうだね。それでは。ナス？角の生えたナスだ。このナス怖い。お。卵が埋められちゃう。ありがとナス。それでお次は？ミルクか雲か。ミルクにしたのね。なんだこれ？もしかして牛のお乳の部分？気味が悪いな。まるで犬が小便をするかのごとくミルクを卵にかけてる。すごい発想だな。次の選択肢は牛と豚さん。当然牛で。UFO だ。連れて行っちゃうのね。バイバイ。
そして種が返ってきた。まだ他にも見てない選択肢あるわよね。うん、まだたくさんあるね。じゃあ次は。もう一度ハエを選んで。いつ見てもキモい。今回はうんちで。ハエと言ったらうんちよね。贅沢にホイップクリームなんかかけちゃって。気持ち悪い。ペロッと平らげちゃった。ふーん、これで終わりなのね。ハエルートは全部見たかな。鳥さんでまだ見てないのってあったっけ？まだ卵いじくれたと思うんだけど。下から人参まだ見てないね。人参が生えてきた。卵からドリルとか予想外すぎる。象を選んでみよう。タケコプターをつけたダンボかな？理解が追いつかない。なんか遊び始めたし。残った人参はどうするんだろ？トイレ。なんだこれ？おう。金魚？種になった？これで一通り見たかな？いや、まだまだあると思うよ。これ全部見るの結構時間かかりそうな気がする。それじゃああと何個か見たら終わろうね。ここまでは普通なのよね。ボーリングボール？潰れちゃった。右のでいっか。ボーリングボールがテレビになった。チャンネルを変えてみよう。でー、またうんちだ。そして大量のハエ。安定の種リターン。地味にはまるなー、このゲーム。これ作るの大変だっただろうなー。ここまで奇抜なゲームをプレイしたのは久々だよ。こういうゲーム作れる人ってある意味天才よね。あとは何かなー。そういえばアヒルみたいなのまだ見てなかったね。そうそう。これだ。お風呂でよく見かけるアヒルじゃん。ほう、やっつけることができるのね。怖い。お？うわぁ？かわいそうに。もはや最初の種関係なくなってきてる。よし、こんなもんかな。そうだね、他にもまだいくつか確認できてないのあるかもしれないけど。動画概要欄にこのゲームのリンクを載せておきますので気になった方はプレイしてみてはいかがでしょうか。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。